川ブルーベリー園の宇川千佳子です。そうですね、楽しくいつも笑顔で仕事をすることに心がけております。観光農園をしているのでお客さんの顔が間近で喜ぶ顔が見れることですね。ブルーベリー嫌いだったお子様が自分の手で取ったブルーベリーを食べた時に美味しいって笑顔で言ってくれた時ですね。やはり食の大切さというのを小さい頃から感じておりまして、10年間は会社で勤めてたんですけれども、やはり大切なのは農業だということにそれで気づいて農業を携わることに決めました。土作りにこだわっておりますので、ミネラルたっぷりのお野菜ですか、ブルーベリーがアピールポイントになっております。自分の手で摘んだもの、そして自分の手で作ったもの、そういったものを通して食の大切さですとか農業の楽しさを分かっていただければいいと思っております。